はい。ここはどこか分かりますか？あ、今日はあれ、鹿児島なまり。まあ自分自身では営業マン時代の喋り方って言ってますけどね。いや、鹿児島弁じゃないですよ、これはね。あれ、いわゆるカライボ標準語。あ、ここはね、今信号は高徳寺の入り口のところなんですよ。まあ入り口というか、まあ高徳寺にと、今は車がちょこっと通りました。あそこから上がってきた。で、恋は下の方に行くところ。そう、昔からある道路なんです。だから今は道路幅が多分広がってると思う。いや、ほら、その分かるでしょ、アスファルトのところ境目があったりしますから。昔はもうだいぶ遅かったと思いますよ。そいでね、いや、こうして動画で見るとわずスピードを出してるみたいだけど、実際はゆっくりとですからね。いわゆるコンコラ GoPro で撮ってたと思いますよ。で、ちょっとワイドレンズで撮るとですね、こんな風に早く見えるんです。いやー、昔は本当あれでしょうねそういえばリスナーの方で、こう恋よか、もう一度すりゃですね、またなんですか、 T 字路中継になるんだけど、そこをね、その方右に行ったところだったけど、ごめんなさい、この動画左行きますがよ。いや、もう何度も迷いましたよ、ここは。右とかね、左で、高徳寺、いや、ここほら、いや、これは、ここは高速か、高速道路が入ってるけど、この反対側、なんかね、いや、住宅地になってるんですよ。なってるんだけど、わっせこう道が入り込んでるという。ああ、もうあれが変わりましたね。好きですよ、私はここ。どこだとはまた言いませんけどね。わかる人しかわからん。まあ当たり前やけど。ここはね、樽水市のね、貝形漁港。で、ほら、島が見えるでしょ。あれは江ノ島。小中学校の頃何度か行ったことありますよ。で、桜島の裾野が見えてますね、あの位置。いや、ここあれでない、県道じゃなくて、そのあれに沿った、また変わったですね。ちょっと待ってね。ああ、ここは分かる人は、いや、分かる人は分かるじゃなかった。結構分かる人がいるかもしれませんね。いや、ちょっと、今日の飲み物もだけど、今日は日付を見ましたかね。2024年のね、11月の27日。時刻はね、夜の10時14分。何を飲んでるでしょう、飲もうとしてるでしょうかってやつ。いや、今、サジの音がしたでしょう。こう、ほら。いや、私は、何を飲むにしてもですね、カップの中にはあれを入れてますから。サジを入れてますから。今の左側にあれが、国道3号線っていうのが出ましたね。ですよ。ここはね、阿久根から、まだ阿久根になるのかな。あっちの方の。仙台に向かうところ、いや、好きですよ、私は。ただもう仙台から阿久根に行くときはもう必ずこの道路なんです。だからね、こう運転しながらですね、リスナーの方は、すごく阿久根から、いや、見晴らしはいいんですよ。ほんで
季節によって一日の時間によってあれが変わるんだけど、自分としてはね、なんかまた同じような風景になってしまうなと思うんだけど、皆さんそれぞれがほら、それぞれの思いがあって何度見ても飽きないっていう人もいらっしゃいます。あ、飲み物、これはね、あれ、ないっけ、玄米茶すいません、今日の別の動画でも言ったけど、糖分はですね、玄米茶かコーヒーか、いや、あれもあるの、ないっけ、麦茶もあるんだけど、麦茶もやっぱりちょっと寒い、うん、冷たいっていうかですね、いや、ここも編集机の横に持ってくればこう室温になるんだろうけども、なんかあんまりね、気が進まん。 2,3 週間前はね、何度かっちゃもう麦茶やったんですけどもね、ちょっと待ってくださいよ、お茶を飲みます。もちろんこれは何も入ってません、茶柱も立ってないけど、あれが玄米茶のかけらみたいなのが浮かんで、2つぐらいね。一気に飲みます。あ、鹿児島弁で一気っていうのはすぐってあれだけど、今のあれ、一息に飲むっていうあれです。要するにビールなんか飲む人がほら、グッ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 、グイグイって飲むでしょ。ああいう感じの一息、一気ね。おいでですね、今日はあれ、まあいつ、あ、ここあれ、もう言おうか、あ、左側にほら銅像があるでしょ。あ、ここ書いてありますね。そうです、伊集院駅。はい、ここもあれですね、まあ鹿児島、市、日置市ってもう隣ですからね。で、あ、昔から、よく言うでしょ、私が50年ぐらい前からこっちに30年間ぐらい営業してたっていう時、あ、この部屋通らんかった、この辺は通らんかった、伊集院はどこを通っちゃった、ああ、今日はあれですよ、北口中時計なんていうんですかね、要するにこれまではこの、右手の川よりの右手がこう面の伊集院のあれだったんだけど、もうそこがもういっぱいになってですよ。で、このどこもそうですよね、日本国中いわゆる東口とかそういうところがメインになってたけども、そこがもう要するにもう店舗がギチギチになってるで、裏側、西口とかそういうところがこう慣れしてます、何ですかね、商店街とか商業区域になってるけど、伊集院もそうみたいですよ。こう、こっから右手、この道路、右、ああ、見えんな。あ、左行きます。ほいでですね、あれ、いや、しばらくこう、伊集院のあれを、最初で行きますけど、今、前にあれがありますよ。これマンションになっとけ。その向こう側がですね、あれですよ。もうちょっと待ってください。小池門右行きますからね。はい。ここは伊集院高校の横を通った傾向の時は、ああ、じゃあ違いました。伊集院高校の横を通ります。だけど、もう最初で出てきますけど、伊集院高校の横を通り過ぎたところで映像が変わりますからね。はい、ほいであれになります、近況報告。はい、最近ほらあれ外にの映像 が出てこないですよ、リアルドライブとかね、ああいうのだけど、今日久しぶりにですね、あれを外の動画を撮りましたが、
いや、外の動画しかですね、これまでも、あ、こっから、ここも伊集院高校ですよ、ですよ、ですよ。いいでしょう、この、何ですかね、周りがほら、いかにもその、あれがあるって、その歴史の街っていう感じがしますもんね。2年半ぐらい前の映像ですよ。そいで、あ、ちゃってった。高校、いや、これはね、コンピューターが選んだ、まあ、選んだっていうか、まあ、ランダムにあれしたんだけど、わかりますかね。いや、この道路はね、いわゆる旧道、旧道です。だけど、もう少ししたら、ちょっとどっかで 見たような風景が出てくる。わかりますか。左側に海が見えるんでしょう。そうですよ。さっきは阿久根から仙台方面に向かってましたけど、これはいわゆるさっきのな大川っていう、あの大川郵便局か、あそこから来たんだけど、小井から阿久根側に行くっていうとこですね。ですよ。ほいで、はい、話をその近況報告で、今までもですね、1週間に何回か、外に出たんです。買い物ほとんどがあれ何っけ、ホームセンター北山か半ズマ、あ、今日も半ズマには行きましたよ。行きましたけど、その前のね、行ったのがね、あの病院じゃないですよ、美容院ビンダツンケ行きましたよ。1ヶ月半ぶりですかね。いや、2ヶ月ぐらいやったかも。いや、もうほら歩き取りもせんし、もう一とかなんとかで外にも行かんもんだから、もうビンタも行けんでよかっつってですね、愛しちゃったんだけど、あれですよ、そうだそうだ、話は飛ぶみたいだけど関連性があるからあれ言いますけどね、時々ほら私は昭和22年生まれ、77歳ですね。なんだけど、あれですよ、今でも小学校の5、6年生の時に同じクラスですのプチ同窓会をよくするんですよ。誰々が帰ってくるから今度は集まらないけとか、誰々が集まる、来るから今度も来てねっていうようなあれで、いや、何人集まるか分からんけど、まあ最低でも5、6人。うん、いや、あれですよ、今年になってからですよ、77ですからね。いや、嬉しいのはですね、自分が小学校の5、6年の頃の、を知ってる、自分、私のことをですよ、知ってる人と会えるし、私も相手のことを見てるわけです。そげん言えばよ、あんたはこうだったよねとか言うと、え、だったけっていう話になったり、だったよねとか、今まで忘れてたとかですね、それからなんちゅうけ、私のことを、あんたはこうだったよねとか言われて、ちょっとけっていううちにこう記憶が戻ってきたり。で、一番いいのはですね、まだほら小学校の5、6年生っていうのは世の中を知らないじゃないですか。もうそれこそ自分が見たことしか知らないいうあれなんですけど、ちょっと待ってくださいね、ここはどこけ、いや、ちょっとどこけ、待って、いや、ちょパッチ言わな、どこですかね。まあまあまあ、まあ、話を続きますかね。なんかそういうのでね、すごくこう刺激されるんです。で、今までは
あれもごろりとここがどこやかわからんまま走ったですね、すいません、おいでですね、あここはわかります、いやここはね、このんもう15分ぐらい行け、あこの、ルートは長いですよ、はい、いやいや何事かっていうと最後の方にですね、ちょっちゅう見てください皆さんっていうのが出てくるんで、もう先に言いますけどこれはね鴨からね、あっちに、どこといえばいけ薩摩川内の方に抜ける道っていうんですかね、米丸郵便局ここけ、あ確かこうですよ、でそこをずっと行くところなんですけど、でまあ話をさっきのあれにプチ同窓会に戻しますけど、ほんで、その連絡が来たんです、でそれを、ちょっと毛忘れじょって、ほんであれで久しぶりにひげを剃ったの、ほんでひげを剃ってこうしながら、あもうビンタもあいやね、もうそろそろいかんないかんで、って思った時に、あの、愛ですよ。その、小学生の人なんかと会うっちゅうのを思い出してですよ。いや、その人なんかのためにちゅうわけじゃないんですけど、あもうほんならそろそろ、あひけに、あひけにじゃなかった。ビンタをつんけいこうかいって言って、そこに電話したら、たまたま、今日空いてたんですよね。ほいで、そう、ちょっと待ってくださいね。こう右側に見える、あ、レンゲ色のあれはレンゲですかね。いや、さっき、いや、そこまでは確認せんかったけど、ああ、レンゲどこじゃないですか。桜が最初ですね。いや、さっき見たときは気づかんかった。いや、信号がないもんだから、ほら、スーっていうこう、10倍速ぐらいで見るんですよね。あ、そしてですね、もうそろそろやんないかんか。いや、この道路ですよ、昔からあるところを広げたんですかね。まあ、まあ、もう川がなくなりましたね。要するに川沿いじゃなかったっけ。あ、ここでですね、猿を見たんです。猿。見てくださいね。いや、大きな画面でないとわからん。この左側の、なっけ、コンクリートのあれがありますよ。あの上あたりをですね、猿がね、登っていくのを初めて見たんです。はい。いや、本当初めて見ました。本当、こんなとこ猿がおっとあらい、一応もうすやりしたんですけど。そしたらですね、もう一としたら、あもうすぐこの動画終わりますけど、今も予感見らんないかんけど、私がここですここですっていうところのですねの右側からですね左側に、一匹の猿が歩いていくんですよ。もう一匹です、もう一匹。どこやったっけ、ここ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 、あもう左に消えたか。いや大きな画面でないとわからん。いや私の編集をするあのカメラあのモニターは 31.5 なんだけど、それを小さくしてね、画面を見てるんで、編集点を探すためですね、はい、ああもうこの辺で終わりやら、はい、ということでですね、またねその件はね、この次、いやプチ同窓会です、そのことはですね、また、報告しますからね。はい。ということで、この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。